ホール中に何かが来ましたよ。かますか。はい、おはようございます。今日は9月の何日、9月7日土曜日です。現在4時50分です。大月町へ来てます。先週に引き続きまた青物が釣れないかのとやってきました。今日もね、この前回釣れたサムライジグのゼブラグローでやってみようかなと思います。それでは今日はどうなるか頑張ってみます。5時を回りました。だいぶ明るくなってきたけどね。え？なんかかかっちゃう。かまそうやない。かまそうやない。カマスがおれば浜地も入っちゅう。そろそろ明るくなってきたき、釣れてもええ頃やにね。なんかホール中にまたかかった。ホール中にタタタタってラインが出てくる。何やろ。また何かがかかってます。かますかな。何かがくわえて。どこ？カマスや。カマスですね。今度は普通のカマスや。でかい。いいカマスです。手前で来たね。メイリーやな、これ。こまい。こまそう。バリケあるけんど。どこ行く？どこ行く？どこ行く？
おう、あ、違う、ヤズや、ヤズっぽい。あ、ネイリか、ネイリです。よいしょ、ネイリでした。え、うん、その駆け上がりのでそこのちょっと前やね、お会いできた、来たかどうかわからんけど、用途40あるで、これ。イエーイ、ネイリちゃん。なんかの群れがおるけど、あそこまでは届きません。なんでしょうね。9月の7日、土曜日、大月町の朝光でしたが、今日はね、海がね、穏やかすぎてね、先週みたいなことはありませんでした。まあ、40センチの根入りが、まあ、お刺身サイズ一つ釣れたんで、まあ、よしにしようかなと。最初、まあ、カマスがね、台湾カマスと普通のカマスと、それと、根入りの40と、合計、今日は3匹の釣果です。まあ、十分、食材は確保できたんで満足して帰ります。また明日ね、出てきたいと思います。現在もうすぐ7時です。1時間、実質調光、2時間ぐらいばの調光でした。十分楽しめました。それではね、バイバーイ。